エリザベス礼拝大学戸崎啓太騎手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今朝の追い切りから振り返っていただきたいんですが、どんな点をポイントに今日は置いていったんでしょうか。先生からの指示は、はい、先週もしっかりやっているので、今週は相手なりで反応を見る形でということで、そんな指示でした。二頭合わせのウッドコースの内から並ぶような格好でしたけれども、はい、その動きあるいは反応息遣いなどはいかがですか。まあ動き手応え、良かったと思いますし、ここまで順調に来ているなというのも感じました。前回は久しぶりにこの馬とコンビを組んでの競馬でしたけれども、レースではどんな印象を持ちましたでしょうか。まあ、前走も追い切りから乗せていただきましたけど、はい、とても成長しているし、いい状態だなという感じました。レースでは、スタートが、ポイントかなと思ってたりとか、はい、東京コースどうかなと思ったんですけども、非常にいい形で、負けてしまったんですけども、いい内容、成長を伺えるレース内容だったんじゃないかなと思います。スタートもよく、好位のレースだったですかね。そうですね、はい、前回、1年前と比べてもこれ10キロ以上体が増えていましたけど、だいぶパワーアップした感じじゃないですかね。そうですね、そのあたりも感じましたし、今日なんかもまた改めてなんかまた一段こう上がってきたなっていう感じはしますね。ライブでは手応えを感じてレースに臨めそうですね。そうですね、結果も出ている条件ですしね、はい、昨年はこのレース2着、今年はまた舞台が変わりますけど、この点についてはどうでしょうか。そうですね、ただ、4つコーナーとかそういう条件の方がいいかなと思っているので、前走であれだけ成長を伺えた走りしてますし、楽しみだなと思ってます。枠順はあるいは天候馬場特に気になる点はございませんか。馬場も天気も悪い馬場でも走れてますし、はい、枠順はそうですね、みんなそうだと思うんですけど、そこじゃない方がというかね、極端な枠じゃなければという感じはします。はい、今年は春は牝馬で2つタイトルを手にしましたけど、またでは秋の牝馬でというところですかね。そうですね、男馬で取りたい。では、メンバー見渡して、昨年の優勝馬もいますけれども、どんな印象ですか、相手関係について。そうですね、ライラックも劣ってないなという印象ですので、うんうん、はい、そんなイメージですね。はい、では最後にファンに向けて、力強い言葉お願いします。はい、本当こう前走から非常にいい内容で、成長も伺える感じに来てます。ライラックとともにいいレースをしていい結果で、終えられたらいいなと思います。しっかり騎乗したいと思います。よろしくお願いします。はい。